ったです。仲良くなれそう。これじゃないな。やばい、香り一緒ですね、フェチきっと。こんばんは、友永美代です。さあ、今回はリピ買いアイテムご紹介していきたいと思います。なんと今回12点あったので、サクサクっとご紹介していきます。ぜひ最後まで見てってください。なんかメイク系と何ヘアケア系、香り物とかいろいろ持ってきたんですけど、まずはじゃあコスメ系からご紹介していきたいと思います。こちらです。じゃん、エレガンスのラプードルオートニュアンスの愛です。これはあのフェイスパウダーなんですけど、ちょっとそこ見えしてきてて、もうなんだろう、いいなと思ったものは結構こうリピートすることが多いので、これももう5、6年前ぐらいからずっと使ってる大好きなアイテムなんですけど、夏にね結構大活躍するんですよ。汗水にすごく強いパウダーで、本当によれないし、陶器みたいなお肌にしてくれるので、こうお直しの時とかにもすごく便利だし、コンパクトなので持ち運びにもすごくいいです。で、今塗ったんですけど、こう鼻周りとかすごいツルンってしてくれるんです。元からこんなお鼻ですけど何かみたいな強めの顔面にしてくれるので、すごく大好きです。ただね、価格がね結構なかなかねするので、なんか本当にちょっとずつ使ってるし、そんなになくならないのでまあいい、なんだろう、いいのかなって思ってます。ここからは割とプチプラが多いんですけど、これじゃないな、これを持ってきたわけじゃない。あまあ別に見せてる人いますこれじゃないけど、まあこれもリピートしてるからいいか一緒に紹介しよう。セザンヌの描く二重アイライナーです。ではあの涙袋の影を描くアイライナーで、もう薄くて大好きで、これももうアイドルの頃からずっとリピしてるアイテムで、もう私のメイクアイテムには欠かせないものになってます。黒目の下にだけね描いてぼかしたりして使っております。なんか出なくなったなってなっても、コットンにさ乳液出して、ちょっとこう多分皮脂とかがついてるから、そういうの落としてあげるとまたつくようになるんですよ。すごい、無限に使えるじゃんと思って結構ずっと使ってますね。そんな技があるんですね、うん、そうなんですよ。なんかメイクさんに教えてもらって、すごい、みんなもよかったらやってみてください。で、本当にあの持ってきたかったアイテムがこちらです。画像でお出ししますキャンメイクのコンシーラーなんですけど、あの涙袋に使うコンシーラーのペンシルタイプで、似てるじゃん形だからちょっと間違えちゃったんだけど、の私は01番が好きで、もう一番涙袋が漏れる気がする。で、まあもちろん1本でもいいんですけど、私はそれをベースで引いたその上にアイシャドウとかのせるとより発色も良くなるし、涙袋が爆誕するのですごく好きで、こちらもよく使っております。続いてこちらです。じゃん、デジャブのペンシルです。これはあの眉毛を描くアイテムなんですけど、こっちがペンシルになってて、こっちがねスクリューブラシになってるんですよ。なので描いて反対側のスクリューブラシでぼかすと、なんかペンシルなんだけどぼかすとパウダーに変わるみたいなアイテムになってて、柔らかい眉毛にしてくれるのと、もうなってったってさ楽ちんで、ずっとこればっかり使っています。もうささっとメイクしたい時はとりあえずこのペンシルと眉マスカラがあれば完璧。これは B アイドルのイージーアイライナーなんですけど、03番のおねだりピンクのカラーです。めちゃめちゃ細いんですよペンシルが。これが斜めになってるのですごく描きやすくて、どこに使うかというと、この下まつげの際に使うなんか粘膜ラインみたいな感じで使っています。ピンクを足すことによって目の幅がちょっと広く見えるのと、こうピンク足すことでちょっとなんかウサギの目みたいな感じでキュルンって見えるので、好きでよく使っています。なんか一時期バズってね、どこにも売ってないみたいな時があって、どうしよう困ったってなってたんですけど、最近復活してきて、見つけたらとりあえずストックで今2本ぐらいあるぐらい大好きなアイテムです。なんかコスメってなかなかなくならないじゃないですか。あ
んま買い替えなくないですか。難しいですよね。なんか期限とかあるから、うん、ありますよね、はい、気にする派ですか。全く。よかったです。仲良くなれそう。私も本当に気にしない派で、アイシャドウとかもう一生減らないから、種類もいっぱいあるし、そう、もう何年も使っちゃうんですよね。私もね。だからなんかこういうペンシル系の方が結構なくなることが多くて、リピしてることが多いかなって感じ。確かに。ケイトのリップモンスターの04番です。このケイトのリップモンスター最強すぎる。もう2本目が今こんくらい。すごい、めっちゃ使ってる。すごい。2本目がそれはやばい。やばい。大好き。でもなんか秋冬に使うことが多いね、ちょっとこれからの季節はあんま使わないかもしれないんだけど、なんかちょっとこうブラウンっぽいオレンジ味のある深めのカラーなので、秋冬に大活躍していて、これなんか1回塗るティッシュオフする、1回塗るティッシュオフするっていうのを3回ぐらいやるから結構なくなるんですよね。あ、そう、でもその回落ちないからメイク直しがいらないので、1日すごい楽ちん。ポーチに1個入れといたら安心なアイテム。そして続いてこちらです。パックなんですけど、トリデンのダイブインフェイスマスクです。韓国が好きなお友達に勧められて初めて使ってみて、すごいんですよ。もう信じられないぐらい水分がどんどんぐんぐんお肌に浸透していく感じがわかるパックで、ここからハマって定期的に買ってるんですけど、日焼けしちゃった日とか、なんか今日お肌めっちゃパサつくなみたいな、乾燥するなっていう日は必ずこのパックをして寝ると、すごいもう浸透してくれてお肌がプルンプルンになるのでお気に入りです。でこれパックなんだけど、この美容液もあるので、この美容液を買おうかなって最近は迷っています。で続いてこちらです。じゃあウカのネイルオイルです。これはベーシックって書いてると思うんですけど、これが時間が書いてるのもあって、時間で匂いが違うみたいな感じで、前は違うの使ったんですけど、今はこのベーシックのものを使っています。大好き。めちゃめちゃ保湿される、チュルチュルの爪になる。でジェルしてるからたつくとこう剥がれやすくなってきちゃうので、まあ本当にねめんどくさって思うんですけど、こう気が向いた時とかになるべくこのオイルを塗って保湿。続いてこちらです。じゃあもうこれは何度 YouTube で紹介したことか、シャネルのチャンスオータンドルオードパルファンです。まあ、香水ですね。もう本当にこのシャネルのチャンスの香りがもう大好きすぎて、もう一番好きな香り、この世の中にある。私もね。え、一緒ですか。やばい。香り一緒、知らなかった。あ、でもあんまつけてないかも普段は。あ、そうなんですね。でも仕事の時は、うんうん、香水はこれですか。香水それか、クロエです。あー、ミオ好き。同じやつかな。同じ系と、一番王道の、あ、王道のやつ使ってます。黄色みたいなやつ。わかります。やばい、香り一緒ですね、フェチきっと。絶対一緒。嬉しい。もう大好きで、もうストックもあるし、なんか持ち運び用もあるし、ヘアオイルとかボディクリームとかヘアスプレーとかももう全部この香りで統一して使ってます。もう愛してるこの香り。本当になんて言うんですかね、もうなんて言うの、お花系ですよね。フロラル系でもちょっと女性らしさがある、はい、きつくないですよね。うんうん、香水ザみたいな感じじゃないから、確かにナチュラルにつけれる。私はお仕事の時はこの香水を基本使っていて、まあ香りがすごく好きなのでいろんな香水を使うんですけど、もう仕事の時は絶対にこれっていうふうに決めてます。なんかスイッチが入る感じがすごくします。そして続いてこちらです。じゃん、これはリュクスオイルですね。あのヘアトリートメントになるんですけど、これでもね結構香り好き嫌い分かれると思うんですよ。バニラ系の甘めの香り、あー、わかります。ちょっと海外っぽくないですか。確かに分かれますね、これ分かれると思う、はい、私はちょっと最初苦手だったんですよ。でも良すぎて、なんか髪がしっかり保湿してくれて、性能の方が、はい、そっちが良すぎて、あの匂い鳴らさせて頑張って自分にもうこれはいい香りなんだっていう、好きな香りだっていうのを染み込ませた。
そしたらいけるように洗脳しました自分も。一時期なんかブリーチもしてたし、髪色も明るいのから暗いのに変えたりとか、結構本当にはちゃめちゃにやってる時期があって、もう髪の毛ちぎれるみたいな時があったんですけど、そういう時にこのシステムのシリーズに出会って髪が改善された、強くなったので、そこから大信頼して、まあ、シャンプートリートメントもシステムのものを使ってるんですけど、特に良かったのがこのオイルで、のアウトバスにも使えるし仕上げにも使えるので、すごくお気に入りで使ってます。でヘアアイテムがあと2個あるんですけど、同じシリーズなので一緒に紹介します。リンクのヘアオイルとヘアバームになります。パケおしゃれじゃない、可愛くないですか、海外って感じですよ。このパケが好き。でもなんかめちゃめちゃなんだろう、天然由来成分で作られているヘアオイルとヘアバームなんですけど、香りがね、そういうのって大体柑橘系とかラベンダーとかが多いと思うんですけど、これはなんかすごいおしゃれな匂いするんですよ。まあこういう人も伝わらないんだろうけど、わかるかな。めっちゃ好きです。めっちゃいい匂いですよ、はい、これは匂いが好き。この2つは本当に、これはもう仕上げセットした後に使うものになってます。最後こちらです。じゃん、イソップのポストプードロップスです。トイレの消臭剤なんですけど、垂らすやつ、あ、そう、もしかしてめっちゃ持ってたやつ、これ嘘みたいにバズってたやつ、これこういうスポイドになってて2、3滴垂らすんですけど、マジでいい香りになるし、すごい消臭してくれるので大信頼。なんかスプレーとかさ、いろいろあるじゃないですか。でも飾ってて可愛くない、これってっていう。濃くないですもんね。そうなんですよ、芳香剤みたいな。だから普通にこうポンって置いてて、気になる時に 2、3滴垂らすと、もう一気になんかもう緑が見える。花まで見える。花まで見えちゃうぐらい本当にいい香りにしてくれるので。え、あの普通に、うん、あの中に垂らすってことですよね。流した後に 2、3滴垂らすだけで、すごいいい香りになるので、すごい。もう 2、3 個リピートして、良すぎて実家にも勝手に送りつけました。いいから使ってって言って、それくらいお気に入りということで、全部で12アイテムご紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。